可愛いね。可愛い。光ってるように見える。本当だ。コーンでいいの？あ、どっちでもいいよ。コーンにする。黒糖カレー味。唐辛子ポイントか。それよりいい。普通に無難に雪塩にすればいいじゃん。これは普通にソフトだけでもいいね。主食は。あ、でも天気いいから。降りますよ。知らない。はい。じゃあチケットですが、はい、トイレやカフェなどが上にしかなく、はい、手数がかけますが、こちらお持ちであれば、本日はちょっとコロナの自粛でご自慢での営業ですが、出入りは自由となってますので、ゆっくりとどうぞ。はい。見てないですから、こう照明の窓はお気をつけて、斜めで、常にこんなにありまして、あ、はい、君が汚れてる分、よく覗いてごつまんて、ああ、助けちゃうんで、わかりました。はい。じゃあタコがいる。タコが入ってきますね。右側のちっちゃいタコが大きなタコが入ってきた。珍しいんじゃない？動いてる。うわ、すごい動いてる。食べた話しないで、俺は見てるだけだから、美味しそうとか言ったら俺は無駄だよ。僕らは3日に1遍ぐらいは外から潜って窓は掃除しますが、わざと枠の周りだけはこれやっぱ目の前に来て食べてる様子をなかなか水族館にご覧になりなくて皆さんが喜んでくれたこちらの方だけは掃除してるんですね。ですからちょっと汚れてる感あるんですが、その手間の感じよろしくお願いします。はい。食べたんですか？まあでもね、あのタコというのは歯がすごく硬く、カニなどの甲殻類好んで食べますんで、またカニが夜が行動するんで、それを食べるタコも夜が行動したりとか、
またこのタコを好物しているサメなども行動したりして、食べるものによって生態違うんですね。あ、行っちゃう行っちゃう行っちゃう。そうか、もういなくなっちゃったってことですから、もしかすると、これは不良ですね。僕ら人間と一緒にこの時間に遊んでるんで。ああ。おねんねの時間のはずなのに。向こう側にへばりついてるわ。ラッキー。すげえカラフル。肉眼とこれじゃ全然違うね。肉眼で見ると鮮やかだけどさ、カメラ越しだと。こんにちは。大人はい。はい。ここスタンプとかってあるんですか。はい、ちょっと持ってて。はい、あの、はい、持ってます。東大のやつ買っとくぐらいだったな。今更ですか。また行くの東大。回るの。東大回るする。もう随分と東大行きましたよ。スタンプ帳一つもらいます。と結構行ったね、北海道で。スタンプ帳の存在を知らなくて、スタンプ自体も知らなくて、何回か前にね、あ、スタンプがあるんだって知って。ここにはね、ここに押しなさいっていう。あー、これだ、ここだ、うん、よいしょ、よいしょ。手すりを持っていきましょう。5、6分かかるって書いてあったね。12月まで行ったらいつも、そこのカレンダーの。せいぜい。あと20段だって。頭気をつけて。マスクが苦しい。波がかぶさったところに青い魚がいる。すごい迫力あるわ。
結構あるのかな距離。大丈夫か？大丈夫か？うん、先行ってるよ。うん。だからこの岩より上には上げなかった、怖いんで。